あ、タイトル変えるの忘れてた。変えよう。まあいいか。今日は動物の森ということでやっていきましょう。結構久々ですね。実はね、昨日ねこっそりね起動してやったんですよ、ちょっとだけ。でもこれさ、結構やること割とあんなと思って、ちょっと進めた方が見栄えいいんかなと思って軽くやってみたら、結構これやることあんなって思って、そこをやめたのよね。つけて、つけ損、失敗した。つけなくてよかった。いや結構あった。次は何やるの。いやね、何だったかな。まあもうこいつら全部解説してもらおうや。しずえ、今日も美しいねとか言ったりして、こんばんは。ただいま。坂田田坂坂田堂の時刻は2021年3月21日日曜日の午後9時59分です。今10時になったね。今日は特にお知らせはありませんが、毎回お知らせないんだよこいつ。お知らせあれ、お知らせあれ。昨日は故郷の家族とビデオチャット。うわすげえ、時代そうな。お前ビデオチャットすんな、オンライン飲み会すんな。お前父も母も元気そうで安心しました。あ、私たら個人的な話をしてしまってすみません。こいつ毎回さ、昨日もそうだったんだよ。個人的な話をしてすみませんって言って、毎回自分語りすんのよね。かわいい。では本日も楽しい一日になりますようにということで、ありがとうございます。そう、ジョイマンが好きだからねこいつね、多分すみませんって。さてさて、昨日はね釣りしまくったよ。お、スマホが鳴っている。なんじゃい。もちもち、こちらはたぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスにいてください。そうなんですよね、昨日ね釣りまくって2万円だけとりあえずね、あの売ったのよ。そこそこ釣りしたのよね。で釣れた新しいやつがいないの、1匹も。すごいでしょ。1匹だけいたかな、何だったか忘れちゃったな。さて皆さん、あのお待ちかねのあの時間でございます。ボックスを開いてみて、大相撲のポスター、うわ2枚も買っちゃってるよね。2枚もいらねえって。ということで、これはなんだ、テーブルクロスクローゼット。なんかもらった、ありがとう。母、雪解けて雲先も芽吹き、母ウキウキ待っていました春の訪れ。なんだろう、何くれたんだろう。あ、なんかお気に入り登録しちゃった。どうでもいいメッセージを。プレゼント開けてみるか。母のキャンドル。うわー、なるほど。でも悪くないね。俺の稲川淳二コンセプトの部屋に割と合うかもしれない。スティック掃除機。あー、悪くないね、これもね。部屋感がある。いや、俺の稲川淳二コンセプトの部屋見る？稲川淳二コンセプトの部屋。あ、しかも赤色だった、掃除機。ほら。病んでそうな、病んでる人の家。電気をね、つけない人なんだよね。これもない方がいいな。明かりは少なくていいんだよね。でも病んでる人は普通のろうそくの方がいいな。病んでる人の家でしょ。ランタン収納。これね、昨日なんかいらねえの買っちゃったんだよねってオズモンドに押し付けられて金まで取られた、クソダセえバンダナ。まあでもあいつ俺が赤が好きってことを知ってんだなと思うと、まあ、許せますね。お掃除おばさんみたいになっちゃうんですよね。よっしゃ、しまった。これもしまっとくか、今は使わねえだろ。これやってもいいな、生活感。ちょっと俺生活感出したいタイプの人間なのかもしれない。うん、ここかな、置くなら。ちょっと置いてみるか。あるやろがスペースがよ、あるやろがい、あるやろがい、斧やない。
コンタイプの掃除機俺の家にもあるよ。暗っ。あー意外と場所取るし、まあいいか。持って、違うよ、回して、そう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 、こっちかな。よし、早速ポスターちょっとあげようかな、愛しのオズモンド君にポスターあげちゃおっかな。いや喜ぶだろうな、ナルシストのオズモンド君は筋肉バカだし、なんなら裸の写真でもよかったんだけど、なんか迷走してる。どうした、え、ダンスしてんだけど、筋トレなのか、どっちなんだ。パンツは履け、マジで。なんでこいつら下半身丸出しが好きなんだよ。チーズとなさか、元気出していくぞ、わーい。順番ちょっとしてみっか。筋肉最高、もうこいつめっちゃ面白いな、やっぱり。へへ、でっけえ声出すと腹筋にも効くんだってな。だってさ、わーい、最高やなこいつ。したいなー、きっしょり筋トレ。喜ぶぞお前。あれ、俺預けてきた。何、渡せねえ。なんで、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 開けてないからか。待て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 、なんで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 、開けてないからか。開けてないからだ。ふう、焦るー。よっしゃ、渡そう。なあ、渡せないかと思ったよね。なんで、え、なんで、なんで、この仕様マジで、マジでわからん。なんでこんなことすんの。運営さん、バグで、バグ起きてるよ。運営バグってるよ。マジかよ、ふざけんなよ、なんでこんなことできねえんだよ。うわー、飾れねえし貼れねえし、間違えて取るし、最悪。ラッピングすれば、手紙に同封すれば渡せるらしいです。手紙なんて同封できんの。手紙と送ろう。手紙と同封、空港へ行けば行ける。マジでそんな裏技あんの。なんで、なんで、なんなんその裏技。直接渡せない、あ、これカードスタンプ、わ、すげえ。送る、え、島の住民できるんだ、すごいやん。え、すごー、え、こんなんあんの、毎日送っちゃうよこんなん。どれでもいいな、マジっぽい感じでいくか、ガチっぽい感じで。アシス、あ、あ、で、これか。すげえ、え、すごいやんこれ。え、すごい。おお、ありがとうみんな。こんな、じゃあ2個あげようとしてあげれんのか、何個もあげれるんだ。まあじゃあそれはそれとして、今日じゃああげられるもん考えよっか。見てこようかなと思ったけど、今日も店閉まってんのかな。そうだよな、10時までだっけ。一応行ってみるか。わあ最悪だ。いやちょっと今日帰ってくるの遅かったんだよな。なんかあげられる、アイーダ、そうだ、アイーダにいらねえ魚あげて、でそのアイーダからもらったものをあげればいいんだ、天才。そうしよう、魚釣ろう、魚釣るわ。これでいいか、これ買いよう。
釣り竿。よっしゃ。ちっちゃいな。ちっちゃい魚ってあんま釣る気起こないね。起こんないんだよな。うえ、早い。クリオネ。いらねえ。クリオネもっとレアであれ。マジでこいつ鈴木より取れる。レア魚だったらいいのにね。え、ちょっと待って、この川池の形が一瞬オズモンドに見えた。俺やばいかもしれん。さあ、クリオネあげよう。どこ行った、あのカエル。あ、ウサギ。こいつずっと筋トレしてんな。筋トレかわからんけど。探すか。あ、やっとくか。え、下手くそ。下手くそ。なんだよ、クソエイム。よっしゃ、1000万ベリーゲット。これを埋めると、これクリオネ埋めてえな。クリオネの木生えてきてしてな。あ、いた。はい、だ。そうなんだよ、昨日ね、ニックネーム考えたんだよ、聞いてくれっつって俺に話しかけてきてさ、アイーダがリーダーって呼んでいいってきて、別に断る理由がないからいいよって言っちゃったんだよね。なんなんリーダーって思うけど。そう、リーダーって呼ばれてるんですよ。浦田さんみたいになっちゃったんですよね。はい、餌大好きでしょ。おっとっと、クリお願い。よく見ると可愛い顔してるね。お前それ以外言えんのか。マジでお前それが言えんのか。ボキャブラリーが少ないな。ボキャ品。ありがとうリーダー、家族だと思って大切にするよ。重い。長生きないとね。すぐには思いつかなさそうだ。当面はトナサカで行くか。うわー、ペットに好きな人の名前つけようとするな、気持ち悪い。やったー、ジャージー。俺持ってんだけどな。あいつも持ってんだよな。センスあるジャージだったらいいけど。同じやないかい。おそろやー、渡せー。あぶね、殺すとこだった。おそろでーす。どうぞ、さっきまで来てたやつです。うおー、ジャージさん。でもこいつからもらったんだっけ。でもそもそも、あ、やべえ、ミやべえ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 、ミスった。やべえ、ミスった。俺が来てたやつ。え、俺これ赤じゃないの。俺赤じゃない、俺今来てんの。もしかして違う、間違えたか。緑、やっちまったー。あー、ちまった。緑なん、嘘、緑見えない。うわー、最悪。返して。うわ、最悪、恐ろ。あー、緑か、これ。俺見えなかったんだけど、暗くて。ちょっと一回 見てきていい。緑、これ本当に最悪。やっちまった。しかもお返しなしかい。うーわー、返してくれー。まあいっか、緑になっちゃったか。電気つけよう。うわ、緑だ、ガチ緑だ、最悪だ。うわ、もう俺おそ、うわー、これ暗くて分かんなかったよー、ミスったよー。やんじゃう、やんじゃった。しょうがない、本当にリーダーになってしまった。ガチの、いつか返してくれることを祈っているわ。やんじゃう。で、やることっつうのは、あ、そうだ、一応他の住民にも話しかけよう。プレゼントを渡せるようになりたいからね。押し入れ交換でいいじゃん、そんなシステムあんの。うん、うん、え、なんか体調悪そうなんだけど、豚が。明日出荷せられるの、大丈夫。なんだか頭は熱いのに体がブルブル震えちゃうんだ。これはお薬を飲んだ方がいいかもね。でもないんでしょ。すご、これあれやん、フルーツが出てくるジュースのやつやん。これは俺に買えって言ってんのか。しょうがねえ、
ってきてやるか。お薬ね、作ってあげるか。別にこんな豚に、てかこの豚にさプレゼントできないんだけど、できんの？都合よくお薬の時だけでも。あー、僕蜂蜜がいるんだっけ、あるかな家に。そうだ、蜂蜜いるんだ。木揺らしてたら出てくんだっけ蜂蜜って。そう、蜂の巣、適当に揺らしてみるか。セミの木です。セミの木ってどれ、セミの木ってどれ。網持って、網なんているの。前持ってたとは思うけど、どうなんだろう。新しく手に入れられるんだったら手に入れときたいなと思って。ああ、蜂を捕まえるためにか。なるほど、賢い。みんな賢いな。病んでんなこの家。怖いな怖いなって思ってたら、うわぁ、にゃぁ、おどわぁ、あぁ、くるぅ、怖いな。蜂の巣。ない？あった。2個あるな。2個しかないんか。あの豚に1個使うの嫌だな。ああ、取りてー。取りに行く？ちょっとあの豚に使うの嫌かも。雑草もいるよ。あ、そうなんだ。雑草は拾えるやろ、どっかで。お、お金落ちてきた。どういう状況？マジで結構出ないもんなんだな蜂の巣って。結構出ないね蜂の巣。1個でいいよ。いや、あの豚に使うのが嫌だからスペア欲しいと思って。いいか、あの豚に恩売れば何か返ってくるかなあの豚に。よ、ここに草がいっぱいあるんだ。あの豚、俺無償の愛をあげるほど好きじゃないのよ。まだ見返り欲しい。そう、無償の愛をあげたくないのよね。まああげるか、しょうがねえな。ここで作っていくか、遠いしな。ほう、ハート型の池あんだよ。いいでしょう。うん、レアらしいよな。さてと、たぬきさんの作業着を借りて DIY だ。ダイレクタ大好き愛、大好き愛。愛ってなんだろう。いや、なんか DIY の言葉作れねえかなと思って、無理にオズモンドの絵の愛の言葉に変えられないかなと思って考えたんだけど、オズモンドって王だよなと思って、どうしたらいいんだろうって思ってた。オズモンドに愛を語ろうとした。さてと、あの豚にあげるか。何帰ってくるかな。足とかくれないかな。スープにするからさ。何くれるの？足はフラフラ、足くれるってこと？くれる？骨でもいいよ。何くれる？何くれんの？ねえ、何くれんの？は？なんだこいつ。まずはありがとうだろうが。ヘッピーな服？え？どれどれどれ？ちょっと気になるやん。え、いいよいいよいいよ。ヒッピーの服が良かったら全然許す。おお、なんか天月くんみたいになっちゃった。
天月くんみたいでいいな。これで行こう、しばらくは。いいね、割と悪くない。気に入ってる。で、こいつも話しかけに行こう。なんか赤色いっぱいくれるのはなんでなんだろうね。そういう設定とかしてないけどな。天月ファーストアルバム君を思う月で行こう。あーん、今いいとこなの。まあいっか。どうしたの、トナザカちゃん。けどそうそうだね。えへん、何を隠そう、あたいは今葉っぱのお面を、葉っぱのお面ってなんだ、作ってたとこだの。昨日の夜読んだ漫画からアイデアをピコーンって受信してね。受信、それを具現化してる最中ってとこ。あ、トナザカちゃんも葉っぱのお面作り方。葉っぱのお面って怖くない、なんか曲もなんか変だよな、こいつの。すげえ頭がおかしくなりそうな曲してる。レシピくれた。え、怖い怖い、なんか途切れてるし、世界が終わる日になんか聴きそうな曲。あ、しかもこいつも持ってんじゃん。あー、配置は変えられないんだ。お、ケケトロニカって言うんだ。へー、そう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 、思い出したわ。昨日ね、なんだったかな、あのタヌキチからケケトトトトん、トケタタん、トタケケ、なんか忘れたけど、トタトタケケみたいなやつのなんか音楽、あいつはなんかスーパースターらしくて、あいつを呼びたいんごねみたいなこと言ってて、協力してくれって言ってた。うん、そう、トタケケ、ん、なんだっけ、トタケケ、トケタタ、どっちだっけ、忘れたわ。そう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 、なんかそいつが来るとなんか全クリだっけ、なんかそんな感じじゃなかった。一回聞こう話を。どうも天月です。ここ座ると来るのいいよな。どうも、こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だもん。何をすればいいか聞こう。島にキャンプサイトを使って作って、外のお客さんに坂田たとんでの暮らしの魅力を体験してもらうんだもん。うん、まずはキャンプサイトの工事キットを使って。工事キット、 K1 の殿坂の好きな場所を探してちょうだいね。あ、キャンプする場所を作るってことね。はあ、はあははあ、くれや、その、え、俺くれないの、キャンプサイト工事作って、俺が作んの。こいつ頭おかしいんか、ほんまに湧いてんのか。いや、レシピがあるっつっても俺が作んの。あ、なんかすげえ可愛い声。あら、トナサカさんって分かった今。こんばんはって。本日はどのようなご相談でしょうか。あー、しまめろね。これちょっとね、なんかこの間配信終わった後になんか浦島坂田線の曲をなんかメロディーか何かであげますみたいな感じでなんか画像くれてたのよね。これや、確かにやりてえな。そうそうそう、なんかね貼ってくれてた、こういうのありますよっつって。マリオグッズもちょっとずつ買わんとな。そういえばまだやってないのよね。やるわ今度、それこそ放送外でやるわ。ご利用になりたいサービス、たぬきショッピング、ちょっと一応買っとくかって思って。あ、はい、これ欲しい。高くない、なんでこんな高いの、めちゃめちゃ高いやん、なんでこんな高いの。え、欲しいんだけどな、高いな。これリアルなスイッチより高いやろ。3万5000もせんもんね。2万ぐらいじゃない、スイッチって。いや、リアルと同じ設定じゃないでしょ、こんな高くないでしょ。高っ、転売の値段だろこれ。そうよね。まあなんかあと買っとくか。買えるな。俺土管欲しいんだよね。1個買ったから。土管あったらどこでもワープできんだよね、確かね。買っとこう。2個買っとくか。
3個あった場合どうなんの？もう1個買ってるよね確かね。3個からランダム、あ、もう1個買っとこうか。いや結構買っちゃったな。こんなもんでいいかな。あとなんか必要なものあるかな。あの豚ワリオの服着させるか。あ、靴とかもあんだな。あ、でもこれいいな。これ地面に置くやつじゃない？床、あ、床というか、いいな、かわいいな。これこれかわいいよね。ラグって言うんだ。カーペットみたいなやつだよな。買っとっか、かわいいな。なもんかな。1日5個しかできないんだっけ。あと2個ぐらいいけるか。じゃあ一気アップキノコって俺持ってたっけ。甲羅ってどうなんの。そうよね、5つよね。マリノはね、ヒゲ、あ、買ってない。でもヒゲってそんなに重要かな。まあでも一応買っとくか。クソいらねえけど。これは、ああ、まあここ買ったね。オッケーオッケーオッケー、十分十分十分で、これでマイルも結構溜まってきてんだよな多分。ちょっと待ってね、これこそ裏でやれって話なんやけど、ちょっとこれでもらっていい？この可愛いタヌキが走るとこ見てて。そういえばね、昨日リアクションくれたのよね、あのオズモンドがガーンっていうショック受けた時のリアクション。あいつはマジで有能だな。結構溜まってんな。トコ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 ついた。可愛いでしょね。ついた。可愛いでしょねえ。もう二度と見たくねえ。これ一気に一括でもらえんのか。だるいわ。うん、多いな。やめよう、今度しよう。見れん見れん。さ、2回ぐらいしか見れない。だるい。で、ちょっとオズモンドのポスターどんな感じか一回貼ってきていい？自分の部屋。これもう俺完全にやべえやつの部屋になるよな、もし貼ってしまったら。もし貼ってしまったら完全にやべえやつの部屋になるよな。それは避けたい。それは避けなきゃいけない。やばいってこの部屋は。だいぶやべえよこの部屋。やべえやつの部屋合ってるな。壁側ってどうやって見んだっけ。これ地面側だよね。 どうやって壁側にするんだっけ。プラスボタン、ありがとう。これやべえやつの部屋だな。これさ、天井は無理なんかやったっけ。天井、天井無理なんだっけ。あ、無理だな。こう寝るときに上にやったらめっちゃ面白いなと思って。それは無理よね。いやでもやべえ部屋だなこれ。だいぶやべえな。電気消すと余計にやべえな。こわー、気持ち悪い。いいかもしれない、今はこうしておこう、しばらくは。マジで気持ち悪い部屋だね。わかるわ。それで、ジャージも置いてくるかな。蜂の巣も預けようか。間にポスター送らないの。まあ送るか。あんま好きじゃねえけど。まだ好きだけどね、オズモンドに比べたらね、だいぶまだね下ないよな。あげよう。アイデアのまだ下なのよ。好きだけど好き度が低いウサギちゃん。そう、オズモンドが強すぎた。さて、じゃああげようか。一応ね、200ベルか。200ベルを上げる価値はあるな。メッセージカード送りますか。送ります。かしこまりました。宛先はどちらになさいますか。ということで、あ、いいだかな。
アイダさんでですね、では好きなカードを選んでメッセージをお書きください。あ、でもすっげえかわいいな、なんかカードかわいくない？これとかめっちゃ綺麗、素敵、いいな。間違えた。てんてんてんってどこ？あれ？で、これか。アイダのポスター。よし。オッケー。200円の価値、まああるな。よし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 。いやー楽しい。このゲームいろんなことできんな。で、あとなんだっけ。あれか。キャンプサイト、キャンプサイト、キャンプセンターみたいなの作れって言ってたな。ちょっと、一旦どういうのが必要なのか見てくる必要があるな。そうそうそう。キャンプサイトセットみたいな。なんでこれを俺に作らせんのかマジでわからん。ひどいよな、あんたの気。マジで腹殴りたい。DIY でしょ？お？すげえのあんだけど。どれかな？どれですか？道具じゃないもんね。これか。これね。え、もう作れるじゃん。木材だけで。鉄鉱石全部使うの？なんか嫌なんだけど、せっかく集めてたのに、木、せっかく集めてたのにな。すべて使うの？これでお金もらえないの？借金ぐらいチャラにしてもらわんと、これもう割合合わんやろ。ひどいな。殺意の波動に目覚めそう。木材だよね、必要なのは。これ柔らかいと硬いか。ってことはまだやな。ブラック企業だからね。そうよな。多分あいつ、つぶきちと、たぬき、ん？つぶきちと豆きちか。あいつらの判断もついてないやろ。な。どっちがどっちかわかんないけど、とりあえず頼むか、みたいな。ね、給料も上げてなさそう。鉄鉱石集めちょっとしとこ。金。金出ろ。あと一回いけそうやけど、多分俺の腕ではね、いけてないのよね。今日公式から区別、え、そうなの？ガーン、壊れちゃった。そう、こんな時にできるリアクションが、壊れちゃったか。壊すなよ。2回だっけできんの？3回やると折れるんだっけ？2回までだよね。うん、無理だー、無理だー、助けてくれ、アイダ、アイダ、アイダ助けてくれ、アイダ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 、なんであいつ無反応やったん？そしてどれを2回叩いてたか俺忘れちゃったんだけど。もう怖いって怖いって、この辺の木。確かにね、木叩くときはあれが必要だったね。よし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 。蜂の巣取る？そうね、取っとこう。本当だ、忘れていた。この木は叩いてないはず、頼む。よし、これだよな。あとちょっとぐらいかな、多分。
意外とこういう時にただの木材出ないんだな。鉢売ると高いんだ。へえ。なんか多くない？これ2回目刺られたら死ぬだろ。おせえよ！おせえよ！あ、死んでるやん。建物に入ったと思ったら死んでるやん。死んだし。おせえ、おせえ、おせえよ。あなたが、クモだー！ギャー！クモだ！こんなこと言ってる場合じゃねえ！クモだ！クモやー！2匹もいる。なんか今日多いな。もう1匹もう消えた。あーむずこのゲーム。意外と走っちゃダメなんだ。知らないよそんなの。今日はね、死んでたね。いろいろ死んでたね。俺に薬が必要やろ、むしろもう。これ作るか。これ鉄鉱石使っちゃったら足りないとかあるかもしれんやな。大丈夫かな。作りたいな、でも。え？石の斧としょぼい斧って違うの？どう違うの？足りなくなるかも。へえ。違うんだ。耐久性が違うんだ。なるほどね。で、石の方が、しかも3回も叩けるし。なるほど。そんな用途があったんだ。知らなかった。木材やんけ。今一番必要としてるやつやん。やめます。やめるわ。そう。そしてこういう時に気になってしまう。こう並び順が。まあしょうがない。あと5個か。はーい。わかるよね。出た！鉄鉱石嬉しい。はい、チャラー。チャラチャラ。チャラへちゃら。何が起きても気分はいい感じで。なんか多くない？本当に間、これ間に映せないの？あ、いいね。いた。これ間に映せないの？間くらえ。クソ、来ない、くらえない。一旦逃げよう、一旦逃げよう、一旦逃げよう。ふぅ、撃てないんだ。危なかったね。死んでたね。意外といらない時に来んな。でもまあ蜂の巣いっぱい手に入るし、前向きに OK にしよう。こっから行こう。なんでなんで、おかしくない？なんか警戒してない？気のせい。警戒してない？殺す気か俺を。やんのか。へーし、しゃーだー。タランチュラ捕まえたぜ。真似しないでね。できるか。いや、タランチュラ初めてですよ。これを預けに行こう。ハチもゲットしたかったな。やっち、1個。炭治郎、炭治郎高いんだ。でも俺、博物館をにぎわせたいしな。これ木材？じゃあ、あと2つぐらい、これ。1つか。8000ベルも？じゃあマジで。
これもう足りた？足りた？それとも足りなーい？あ、これで、これか。これ木材だよな。足りたな。もう足りてんな、これ。よし、いくか。足りてます。足りなーいの逆って何？間に合ってます。なんかな。間に合ってます。で、DIY。そしてからの、あ、なんかち、いや、どこ行った？キャンプサイト。どこ行ったぞ。あった。だいぶ下に来てたな。ふう、作っちゃうか。もったいないけどね。ああ、もったいないな。ああ。金八先生で出てきた麻薬の少年の麻薬をこうバーンってこう地面にばらまいて、その後舌で舐め地面を舐める金八先生のモノマネしちゃった。ああもったいない、そんなシーンはないっていうね。あ、ここにもある。この辺にする。みんな住民あっちなのにここだけ一人寂しくないっすよ。そんな人あるわけないじゃないですか。ここいけるかな。海が近すぎる。じゃあここだったらいけるってこと。いけんじゃんマジで。あ、いけるやん。いいやん。ほわほわほわ、いけましたね。すなちオッケー、こうしよう。じゃあこれ新しい住民ここに来るってことだよな、次から。いいねー。え、誰来るんだろう次。楽しみです。いいっすね。今日から俺も住民を選べる日が来るっつうわけがね。楽しみです。よいしょ。どんな子が来てほしい。どんな子がいるか俺まず知らないんだよな。なん、どれくらいのペースで来んの。週1ぐらい。チャイナの子を押してます。誰だそれ。チャチャマル。なんかあいつ人気だよな。1ミリも可愛さが理解できないんだけど、めちゃめちゃ人気だよね。不定期なんだ。へー、ピエンの子だからじゃない？あ、そうなん？ピエン、ピエン、ピエン、ピエン。あとの住民まだ話しかけてなかったっけ？話しかけたか今日。ってことで、建てたま、建てたけど、あとなんかあるかな？オーロラちゃんまだ。オッケー、じゃあオーロラに話しかけて、なんだなんだ。どうもどうも。例のキャンプサイトのロケーション、いい場所見つかったかな？バッチリ！金くれ。それは何よりなんだもん。どんな場所を選んでくれたのか楽しみにしてるだもん。楽しみにしてくれる。とにかく場所が決まったら早速工事の手配も始めるからね。明日には素敵なキャンプサイトが。え、じゃあ明日にはもう来てる可能性あるってこと？マジで？実際そうなんだ。明日は月ラジではできないとして、次やるときには来てる可能性あるってことだよな。あのペンギン話しかけてないって言ったな。ここだっけ？あ、違う。今外に出てんな、あいつ。あのペンギン。ここだってあいつの家だもんね。お、ほら、鳥。よく、わけわからん。頭おかしなる BGM かけてるやつ。キャッ！ちょ、トダサカちゃん。びっくりして、変な声出ちゃったじゃん。蜂に刺されたんだよね。うわー、痛そう。けど、助けてくれないんだ。けど、そのけどなんだ。もう今までその語尾ずっと気になってたけど、初めてハマったな。けど助けてあげない、痛そうだけど。さあペンギン探して終わろうかな今日の配信。鬼悪魔、え、2匹目いるんだけど、取っちゃうんだけど。8000円。待て、わしの8000円、わしの8000円。
うわー、クザ、嘘だろー、わしの8000円。え、あんなパターンあんの、俺走ってなかったのに。近づきすぎた。そんなんあんの、マジかよ、止まらないと。そんなんあるんすか、警戒してたら止まらないと。むず、足上げたら止まらなきゃいけないの。さっき行けたじゃん、うまいこと。なるほどな。てかあのペンギンどこ行ったんだよ。え、どこ行ったの、真面目に。さっきはうまくいったのにな。博物館に行ってる可能性。え、そんなのあるの。俺ですら一回も行ったことない博物館に行ってんの。もう IP でも預けたんか。焼き鳥だな。マジで寝てる説もある、博物館で。失礼なやつ。焼き鳥だ。とりあえずこいつに預けられるもん預けて、タランチュラを聞こう、まずは。普通にたまに聞き取れるの気持ち悪いからやめてほしい。ね、タランチュラのみか。説明聞かせてもらおうか。タランチュラ、ハイエナではありません。あ、差別主義者。それでどうされます、やはり解説をご希望でしょうか。あ、聞きますか。それでは合本。タランチュラは毒を持つ巨大な蜘蛛です。悪そうな見た目をしていますが、性格はおとなしいものが多いそうです。嘘じゃん、俺今日2回殺されてるよ。10本に見えますが、足はあくまで8本で、あとの2本は触手と呼ばれる感覚器官で、昆虫でいうと、あ、そうなんだ、触覚みたいなものですね。巨大なタランチュラは鳥を捕食。強っ。それはさておき、お前食われんぞ。たとえ苦手なものがあっても責任を持って大切にお扱いしましょう。頼むで。じゃあちょっと化石の方を、ね、まさかフータが餌になる日が来るとは。いつも餌にしてるから。オーロラ食われた。あ、本当だ、鳥だから。そういうこと、あいついないと思ったら食われたん。今日いっぱいいたもんな。マジかよ、全然話入ってこない。でもなんかあれ、ね、持ってないやついましたね。預けましょう。オッケー、これでティラノサウルスだったら預けないけどね。見よ、ティラノサウルス来ました。頭ディープロードのその、腰いらねー。パラサウロロスフス、もう読みづら。いらねー、腰ってどこね、わかるけど腰ってパーツで分ける。体と頭と尻尾ぐらいじゃないの。腰ってね、聞いてもあんまりピンとこないよね。一応見ていくか、博物館初めて行くけど。いやもう説明聞いても名前わからんもん。パラサロなんとかは有名。へえ、そうなんだ。うわ、俺のペットがここに。チョウザメですよ、預けましたよ。結構いるなと思ったらここいないな。おわ、いるいるいる、錦鯉ゲットしたんすよ。説明も聞けるんだっけこれ。ちょっと行ってみっか。錦鯉いいっすね。いや水族館俺ね、実はね結構好きなのよね。俺水の生き物好きで、実は最近 VR のゲーム買って、うわ、竜宮の使い、実はあんまり珍しくないって言われた。ちょうちんあんこ、そしていいっすね。見よ、説明。え、説明ないの。
ないんだ。あ、ここ？竜宮の使い3月9日。お、瞳を閉じれば竜宮の使いが提灯あんこ1月の23ね、いいですね。ここ広いのに何もいねえな。ここ何が入んだよここによ。そしていねえじゃねえかよペンギン。泳いでんじゃねえだろうな。まさか私も動物だったということを思い出したとか言って泳いでんじゃねえだろうな。ねえ、まさかオーロラ水族館にいるってそういうこと？怖っ。クリオでこんなを預けてないんだけど。いやー、やっぱ寂しいな。全然だな。あ、これ見るとちゃんと預けなきゃ釣りしようって思ったわ。うん、いないね、オーロラちゃん。もういいわ、あいつ。どっか行ったんだろう。ダイビングの方もいるの？もうそんなに探す価値ねえよ、あいつ。とか言っちゃってるよ。じゃあということで今日はこんなもんかな。ありがとうよ。ありがとうございました。楽しかったです。また遊びに来てください。じゃあねー、バイバーイ。みんなは蜂に刺されないようにね。はい、坂田君、最後の挨拶して。はい、わかりました。なんて言いしづらいんだ。